ドラゴンジャムは、藤井五星による日本の漫画作品。月刊、スピリッツにて、2010年7月号から2011年3月号まで連載された後、週刊ビッグコミックスピリッツにて、2011年23号より、週刊連載開始。その後作者の体調不良により、原稿を未完成のまま掲載する出来事があり、一時の救済を挟んで、以降は、 各種連載となっている。バスケットボールの一種、ストリートボールを題材としている。なお、当作は、フィクション作品であるが、ストリートボールプロリーグのサムワシティや参戦リーグのフーズゴッドゲームなどは実在する組織や大会であり、公式サイトも当作品の取材協力や宣伝を行っている。舞台は、神奈川県鎌倉市。 母親と二人暮らしの貧しい家庭で暮らす立場が、達也は、高校には進学せず、バスケットボールで食べていこうと母親に決意を告げる。しかし、そんな彼は一年経っても働こうとせず、親友の高校生、あこ大蔵と一緒に三音三の、掛けバスケで生活費を稼ぐという風来人さながらの、ありさまだった。そんな彼のもとに、近くの進学校で、 バスケ部の名門としても知られる辻沢高校の連中が現れる。しかも、そのうちの一人、樋口漁師は小学校大会での因縁の相手であり、達也は彼らに挑むが惨敗し、今まで得たありがねもほとんど持っていかれてしまった。そんな失意の彼らのもとへ、地元でストリートボールに親しむ謎の男性 TJ が現れる。彼らは三人に、 本物のストリートボールを教えるが、実力の差もまざまざ見せつけられることに。そんな出来事を母親に伝えた、達也だが、昔、父親が、その競技をしていたことを知り、和然やる気が出る。そして、惨敗の後気落ちしていたアコ、太蔵の二人を、ストリートボールの大会に誘い、その迫力と臨場感を目の当たりにすると、彼らはがぜんその魅力に取りつかれていくのだった。 当初は、俺たちストリートドリームス、ストリートドリームス、パンサー王子と給食当番地元にある、私立新学校で、バスケ部も夏の全国大会ベスト8の競合。学校には黙って、ツーサワーズとして、ストリートボール大会に出場。ありがとうございます。